風早の里の広さおよそ2万平方メートルの梅園には65種類およそ560本の梅が植えられています。今月上旬に暖かい日が続いたことから、早咲きの梅が例年より1週間ほど早く見ごろを迎えていて、赤やピンク、白に色づいた花々と丸々としたつぼみが風に吹かれながら枝先を彩っています。中でも園内で最も開花が早く、例年2月上旬に見ごろを迎える養老梅が現在満開となっています。樹齢104年と伝わる養老梅の木には可憐なピンクの花が咲き誇り、圧巻の美しさを見せています。施設の担当者によりますと、遅咲きの梅がこれから咲き始めることから、来月下旬まで梅の花を楽しめるということです。風早の里では来月26日まで梅まつりが開かれていて、期間中はマルシェなどのイベントも行われる予定です。